ショーン・クロフォードはアメリカ合衆国の陸上競技選手である。2004年アテネオリンピックの男子200メートルの金メダリスト、北京オリンピックの男子200メートルの銀メダリストである。2004年6月19日、9秒88の当時、世界歴代10位の記録をマーク。アテネオリンピックの100メートルに出場。一次予選から好調で二次予選では無風の中。 自己ベストに迫る9秒89をマーク。しかし決勝では、金メダルを獲得したジャスティン・ガトリンから0秒04、遅れの9秒89の4位でフィニッシュした。このタイムは4着としては、当時歴代最高記録であった。またこのレースは、史上初めて9秒9を下回った選手が4選手、出た、ハイレベルなレースであった。 200メートルでは19秒79の当時世界歴代8位をマークし優勝。100メートルの雪辱を果たした。2008年全米陸上競技選手権200メートルでウォルター・ディックスと同タイムながら2位で北京オリンピック出場権を得る。2008年8月20日北京オリンピック200メートル決勝で銀メダルを獲得。2009年 全米陸上競技選手権200メートルで追い風参考ながら19秒73で優勝し、世界選手権の出場権を得る。2009年8月20日、世界選手権200メートル決勝で19秒89で走るも、3位のウォーレス・スピアモンに0秒04、届かず4位に終わる。2013年4月ドーピング検査のためのい場所情報提供を3度怠る。 違反のため、米国反ドーピング機関から2年の出場停止処分を受けた。ありがとうございます。